しげしげです。本日も無課金サバカしげパズやっていきましょうということで、本日は9周年記念チャレンジ操作時間99秒の壊滅級をやっていきたいと思います。まあただやるだけじゃね、おそらく簡単なので見どころないんですけれども、こちら昨日の動画で交換しましたダースモールを編成したパーティー、これでまあダースモールの火力とかね、まあ使用感みたいなことを見ていきたいと思います。先に編成の紹介をしていくと、個人的にあ、ダースモールってアバン先生の武器と相性いいんじゃねって思ったのが、まずこのベースのスキル5ターンじゃないですか。で、3ターンの間50倍エンハンスっていう、これがね結構特徴的というか、まあ圧倒的な火力を出せるっていうのが、優秀なキャラクターなんですけれども、後ろにこのアバン先生の武器を持たせることによって、最初変身キャラとの兼ね合いというか、まあ2ターンヘイストに使ってあげて、で5ターンの間自分の攻撃力2倍なんですよ。つまりもう計8ターン自分自身にエンハンスをかけることができるっていうね、ちょっと面白い使い道を思いついたというか、まあ最初の5ターン2倍でその後3ターン50倍っていうね、なんか2段階変身みたいな、そんな感じでもないか。まあいいや、これが使いたかったのでやっていきたいと思います。で他のキャラはまあ普通に上古ロザリンパーティーなんですけれども、こんな感じのアシストです。まあヘイストとか使いながらね、耐性とか封印とか L 字とかも一応全部積んでいてっていう感じです。で今の壊滅級クリアすると魔法石が9個手に入りますので、あれですね、それダースベイダーじゃない、スターウォーズコラボガチャも2回引けるようになるのかなと思うので引いていきたいと思います。よろしくお願いします。あとこのダンジョンの何がいいかって、操作時間99秒固定だからさ、このコンボッパでもう最大限コンボしてさ、火闇のだからこのダースモールの火力42億出せるんじゃないかっていうところね。え待って、覚醒無効と何99ターン操作負荷、え結構しっかりしてるダンジョンなのこれ、もしかして分からんけど、とりあえずまあ一回やるしかないもんね。先じゃあベリアル打ってフレイ打ってでダースモールいくか。でダースモールがこっから5ターン自分自身に2倍のエンハンスかかってて、5ターン後には3ターンの50倍エンハンスがかかると、なかなか面白い。でも待って、あでもこれでも99秒なんだ。じゃあまあエンハンスもかかってるし倒せるんじゃない、なんか思ってた出だしと違うけど、カラオケとかでよくあるよね、なんか再生してみたらさ思ってた曲と違うみたいなさ、ありません？僕結構あるんですけど、はい、まあバッチリ組めました。成功されててもね99秒固定なんで、まあエンハンスも込みでいけんじゃね？よいしょ、オッケー。で、覚醒無効消えるじゃん。消えるよね？封印とかしてこないよね？落ち込んなし。コンボ吸収。あ、オッケーです。ありがとうございます。で、そしたらもうダースモール。いや、でもまだジョーゴ変身してないから、あれかリーダースキル的なところが。あれだけども、まあ落としとか多用して、しっかり組んでいきたいね。せっかくね99秒もパズルさせてもらえるんで。あー闇の落としまでいけたか、これミスったな。水がうっ、まあまあまあ火力は問題ないのはわかるんですけど、早く42億が見たいわけですよ。ロザリンあと2、ジョーガあと1、まあ、この次ぐらいか。ルーレットね、まあまあまあ、あーこれすげえ無効感、あ組めねえや。いや操作負荷邪魔だな、せっかくさパズル楽しいゲーじゃないのこれ。よいしょ、はい、これで11コンボ軽く当たるでしょう。よし、ジョーゴ来ました。でその次ロザリンね、でそっからダースモールよ。また覚醒無効くんじゃねこれ。ういこれはじゃあベリアルで返して、あー回復したいから一旦ジョーゴ待ちで、あれジョーゴって回復ワンチャン消すよね。
消さないわ。さすが情報だわ。ロック解除と回復以外のドロップから火9個作って変身していくのね。オッケー、ありがとう。天才です。じゃあこれで行きましょう。回復しっかりしたいから4ゲシと、まあ99秒あるからね、考えながらやっていこうか。回復4ゲシ、やるルーレットめんどくさいな。オッケー。あ、うん、じゃあもうこれ闇でいいや。はい、これでいいっしょ。で、下が水の時に離せばこれだ。落ちてるね。完璧完璧で、ぼちぼちラースモールが、あー、これ、21億今。でも次ローザに変身するんでね。これでもう、こっからよ。こっからのやつ。はい、ローザに変身。よし、こっからだよ。いっぱい火コンボしていこう。いや、ルーレット上書きしたいなぁ。であれば、セシリア使ってくべきだったか、アシストのやつ。いいですかね。あ、ちょっと欲張りして、はい、これで光落ちてるでしょ。落とさなくてもいいんだけどさ。あ、闇にしとけば、ルーレット闇にしとけばもう1個も決まったのか。あー、これ40億出てます。今ダースモール40億出てました。瞬時に桁が読めないのが欠点なんだよね。はい、そして、アバン先生のエンハンスの5ターンが終わって、ここから、3ターンの50倍エンハンスです。さあ、もうこっからは確定よ。確定50億なんだっけ、42億か。持ったわ。ちょっと待って、水が取れない。水取ってここに帰ってくるとして、火取って闇と、はい、木、オッケー。あ、ロック解除すべきだったな。まあいいや。さあ、やっほー、42億。あー、これがやりたかった。やっとできたわ。できるまでに時間かかったな。あー、おじいちゃんは無効管ですね。まあ、これは、ジョーゴ使っちゃおうか。無効管スキル。あ、消された。まあいいや。はい。さあ、これで分割して、いや、だからこういうことっすよ。無効管スキルと相性いいんすよ。その、アシストで無効管武器持たせても、そのダースモールの42億無効管ができる、できるとは思うんですけど、無効管スキルとの方が、ただコンボしてるだけでっていうのがあるからね。このキャラが交換で、交換所で手に入るのがだいぶ破格だと思うんですけど、そう思わない人もいるみたいで、うん、まあ人それぞれなんですけど、とりあえずこれでいいかな。はい。いや、なかなかね、無課金でやってるとさ、その超火力出るキャラがガチャに登場ですとか言われても引けないんよ。にもかかわらず、今回黒メダル5枚用意すれば確定で交換できるってところで、だいぶありがたいなって思うんですけど、そういうの逃したくない無課金の方はね、ぜひ交換しておきましょう。さあ、一発で決めたいね。18コンボ以下吸収でしょ。まあ、とりあえずロザリン使って、あ、もう3ターンのエンハンス終わっちゃったんだ。あれ、消された、おじいちゃんに。あれ、消されない、わかんねえや。まあでも42億見れたからいいでしょう。ルーレットからヒドロップもいただきたいですね、もうちょっと。ボンドドロップはしっかり。ここで落としにしといて。あー、しげえな、上繋がってんな、これ。闇が。マジか。じゃあ、一旦、こんなんで。あ、これコンボドロップなんだ。はい。ルーレットが火でいこうか。これ微妙じゃない？上めちゃくちゃ繋がったわ。今気づいた。あ、16コンボだ。微妙だわ。もう一回、もう一回チャンスください。ただ、ヒドロップが全然ねえわ。目覚め消されたからな。あ、あるじゃん。これでええやん。
これでええやん。いきまーす。光と、あー、これもまた上つながってんだな。こういう時ってどうすればいいの？上つながってるからこれもうどうしようもないか。困ったねー。まあ、とりあえず下の方はしっかり分割するとして、はい、こんでしといて、下のルーレットが光でいこう。はい、で水まで落ちてるけど上めちゃくちゃ繋がってるな。いや全然ダメだ、全然ダメだ。14コンボ、やば。あ、でも42億出てる。さすがっす、さすがなんだけど。あ、でもこのコンボドロップ123ん3個3個じゃ微妙か。領域展開外観鉄地線、これ上繋がってないからいけそうな、そうな気がする。ドロップしっかり消して、いい消して、コンボドロップ、最後の1コンボまでしっかりしよう。回復、回復。ここに火を置いておくことによって、そこが光で、これでいいんじゃない？もっと組むべきだった？足んない？あ、18だ。もう1コンボ組む必要がある。やばい、おこだね、これおこだね。したら絶対に決めなきゃいけないやつ、ダースモールオン。さあエンハンスかかりました。いや上2個あんのかな、あれどうしたらいいの。まあ、さっきみたいな感じで1個つなげるのと1個落としにするのでどうにかなるか。火力は足りるからこれエンハなしでヤローサリン使おうか。いやでも上繋がっちゃう気がするんだよな、闇変換して。このまま行こう、このまま行くんだけど集中、99秒フルで使おう。最後の1コンボまで諦めない。こっちこうして、火がもうちょっと欲しいですね。火取りました。でこれ闇でしょ、こうしてこっからよ。火をもう一個上に持ってきておいて、水で確定させるのと、あ、違うな、ここにもう一個火で、ん？これどうすればいいの？もう一コンボ組みたいときどうすればいいですか？これ回復持ってるのがおかしいのか。であれば回復ボールにするとして、これ水で、あ、これでいいんじゃん。はい、あ、つながってる。足んない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 、足りたー。19、あぶねー。42億、よし、あぶねー、やるじゃないか。はい、ということでクリア報酬の魔法石で7個になったのと、どっちもクリアしたクリア報酬の9個いただきました。ありがとうございます。これで16個になったので2回スターウォーズコラボ引けますね。で、あと今日から期間2の式神使いとあやかしも始まってるんで、これでセリナを出します。え、ダイヤ、あーでもすごいね、メインアカウントも今日引いたけど、あーやった、2体目の動きだ、これ全然当たりだ、よかった、ありがとう。いやでもあのスターウォーズで星7以上欲しいんだけどね。はい、16個2回引きます。アナキンスカイウォーカーください。はい、はい、ルークスカイウォーカーでもか。はい、ということでいつものやつやりますか。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではさよなら。はい、星7以上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 